始めに本日太田学児選手が参加の予定でしたが急遽参加できないことになりましたのでメッセージをお預かりしております。代読させていただきます。皆さんこんにちは、 FC 岐阜の太田学児です。今日はどうしても外せない用事が入り皆さんに直接挨拶ができなくなってしまいました。僕はこのチームに本当に思い入れがあります。まず FC 岐阜に入るきっかけとなったのはシーズンが終わってからの練習参加なのですが、それまでにいろんなチームに練習参加をしてどこもダメで、次がダメだったらサッカーをやめようとも考えていました。そんな僕を拾ってくれた FC 岐阜に少しでも恩返しがしたい、サポーターの皆さんと勝利を分かち合いたい、その一心でプレーしました。その中で試合に出れない辛さ、試合に出れる喜び、試合に出て結果を出す難しさ、結果を出した時の喜び、本当に濃い経験をさせてもらいました。僕ばかり貴重な経験をさせてもらい、皆様に何もしてあげられなかったこの状況でチームを去るのは心残りですが、また皆さんの前でプレーする姿を見せれるよう次のステージでも頑張ります。3年間本当にありがとうございました。以上、太田学児選手からのメッセージです。それでは続きまして、関田博史選手よりファン・サポーターの皆様にご挨拶させていただきます。こんにちは、関田博史です。僕は大学卒業して、4年間 FC 岐阜にお世話になりまして、自分が大学卒業して、岐阜に来るってなった時に、どういう街とかどういうところなのかっていうすごい心配な時があって、不安だらけでしたけど、4年間経ってやっぱ皆さんいい人ばっかで、街もとても住みやすく、充実した4年間でした。サッカーの方は、怪我をしてしまいチームに貢献することが非常に少ないっていう中で、日々自分の課題で、どう取り組んだらいいかっていうのを、ここ 1,2 年すごい必死と感じていました。今年で岐阜は去ることになりますが、まだサッカーをやるので、引き続き、僕は岐阜を応援していこうと思っているので、皆さんもよければ僕自身を応援してくれたらなと思っております。今日はありがとうございました。それでは深谷祐希選手、お願いいたします。皆さんこんにちは。深谷祐希です。僕は岐阜、2年間だったんですけど、1年目、開幕前に膝を怪我してしまって、自分でも、すごくコンディションがすごくいい状態で、開幕臨めるかなと思った矢先の出来事だったんで、僕的にもすごい、ショックで、すごい落ち込んだ時があったんですけど、そんな中でも、たくさんの、サポーターの方々に、たくさんの励ましの声をいただき、そして、センバルズルを折っていただき、それを僕も自宅にずっと飾って、それを力に、変えて、なんとか、今年次の年に、その恩返しが、できるように頑張ろうと思ったんですけど、なかなか自分自身のコンディションも上がることがなくて、大変な時期を迎えたんですけど、最後まで岐阜の、皆さんのために、力になることができずに本当に悔いが残りますけど、その分、また来年違うチームで、敵としてまた岐阜に、帰ってこれるように、
まだ頑張りますのでこれからも、かけながら応援してください。まあ、本当にあの僕もこうやって、2年間岐阜でやったんですけど、まあ、初めて実家が愛知なんで、近くで、プレーすることができて、もう1年でも2年でも長くやりたかったんですけど、まあ、そういう意味でもすごいちょっと寂しいんですけど、まあ、まだ今さっき言ったように、まだ次はチームで頑張っていきます。まあ、本当に、2年間ありがとうございました。皆さんこんにちは。僕は2年間、ここの岐阜でお世話になり、たくさんの方に出会いたくさんの応援をしていただき本当にありがとうございました。僕の妻の実家がですね、ゲロでして、岐阜とは本当に縁のある場所だと思っております。まあそういう形で引退することが岐阜で引退することができて本当に嬉しく思っております。2年間いろいろなことはありましたけど、本当にいい経験をさせていただいたと思っております。ラモスさんに、岐阜に呼んでいただいてラモスさんに怒られ毎日頑張っておりました。僕は岐阜を離れますけど、FC 岐阜の J1 を昇格願って応援しておりますので皆さんこれからも FC 岐阜をよろしくお願いします。ありがとうございました。関田選手、深谷選手、宮澤選手、FC 岐阜、そして岐阜県のために戦ってくださって本当にありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。それではこの後3選手との